天徳寺は、福井県三方上中郡若狭町にある高野山、新言宗所属の寺である。三号は、宝京山。名水代わりの滝を要する。天徳寺縁演技によれば、今からおよそ1300年前の養老年間、加賀、白山を開いた、大町大師が、当地宝京家学に上り、 馬頭観音像一区を刻んで三腹の岩屈に安置し去ったことをもって寺の起こりとしている。縁起によれば、大長の解散から200年を経た天略年間、この馬頭観音が頑丈にあってなのか、七夜気髄を次元したため、元魔装図が急ぎ騒動に移した。観音の霊威は天朝に達し、時の村上天皇は戦時を下して、道宇の混流に着手。 天徳元年、七間四面の観音堂がなり、遅れて、食堂、首郎、大門等が春工し七堂動画欄を具備。ついで、村上天皇より、最多二十長部が寄進され、正治二年、北条政子が、源頼朝の母大を祈る、北家堂を、混流寄進した等々と伝えている。次来、本尊馬等、観音所在に訳して、三号を、 法教さ山とし村上天皇治世の言語になぞらえて、天徳寺と称すようになったという。起源を、門前の湧き水の水神に対する強い信仰によるものとする説もある。すなわち、水源地である水の森に祀る水神に対する、金剛の信仰は厚く、干ばつの際に金剛をこぞって、雨乞いの祈願をした記事がいくつかの司書に見えることからも、 水神信仰に起源を置いたことは明らかというものである。蒸気の水とは、境内の杉や檜の群立する、通称水の森と呼ばれる一角に湧く冷水のことで、昭和60年、当時の環境庁が全国名水百選に選定した、売り割の滝である。この冷たい湧き水を売り割清水と呼び、それが滝のように落ちるから相対に、売り割の滝と呼んでいる。 江戸、元六期に、オバマ藩から出た、十シーザーツアーという知事書に、天徳自門前に、岩屈より流出する、聖戦あり。このところを、水の森という。夏の日には、その日やなることごおりのごとく、水中の小石を銃拾い取るものなし。売り冷やしおかは、おのつから破るに俗に売り割り水とことあり、古来、この水が、いかに冷たい水として、 周辺地域に知られていたかが伺える。若森太郎編、若狭の民族によれば、この秋水を中心に寺ができ、村ができたという。それによれば、天徳寺の所在地が、村氏神の岩丈神社発祥の地、水の森に近く、集落を足元に控える谷口に位置し、かつその寺名を、集落の名称としているところから、この寺が、 集落成立の草分け的役割を担ったという。売り割りの滝の上方の山道を100メートルほど進んだところに四国八十八カ所石物霊場がある。ここは、江戸、文化年間、時の十字本所上人が空海の無国を受け造園したもので、佐渡島まで掘られた石像八十八体が安置されている。かつて若さから出た作家、 水上つとむはその随曹集の中で、石仏で、なだかい天徳寺。石仏は石段を上がり詰めた山腹だが、四国八十八箇所石仏と言われている。枝の混んだ杉、檜の木の木のこもれびの中で、静かに正座しておられる石仏を見ていると、暗い奥山だけに、有水である。天徳寺は、また湧き水でなだかい水の森があり。 この石仏軍のしじまのえ、水音は聞こえてくる。若さは、やはり普通の国だと思う、と言った。ありがとうございます。